甲子園。甲子園来ましたね。甲子園よ。来たいっていうから、タカちゃん。やっぱり甲子園でしょ。何年か前に阪神巨人戦を金本監督の時に見に来たのが最後ですね。あ、じゃあもう結構2年ぶりぐらいじゃないですか。いや、もっとか。それと来たのは帝京が夏2回優勝してるんですけど、平成元年と93年かな、2回夏優勝してるんですけど、夏のその2回の決勝戦に来てます。それと一番最初に来たのは、1908年、春の選抜第50回それを見に来て選抜に、補欠部員として来てます、なるほど。ちなみに甲子園練習って大会前に練習があるんですけど、それでグラウンド内に1回だけ入ったんです。ないに1回だけ、はい。で今日タカさんが甲子園来たくて来たくてしょうがねえって言うんで、はい、いろいろ見たいって言うんで、今日タカちゃんの収穫旅行、はい、ザ甲子園、甲子園ということで、俺らもちょっと甲子園知らないので、はい、詳しく。どっちまで持ってこい、バース。ということで、甲子園ね、いろいろガイドしてくれる人。ガイド。いろいろ教えてくれる人。まさか加計さんでは。いや、加計さん来ないですけど。竹内さん来ないですけど。いわゆるですね。似てるな、ちょっと。この人です。誰？光圀くん。どうも。あの、甲子園歴史館の光圀です。よろしくお願いします。甲子園歴史館で働いてんの？はい。どうも。笑いの涙の若手、ダイソー、ミー、ツー、グーにです。よろしくお願いします。すいません。はい、ほら、ここで働いてんの？そうです。甲子園歴史館で。はい。アルバイト。ほんとだ。光圀って書いてある。光圀って書いてある。今日まずどこを行かせてもらえますか。今日はですね、まずブルペンへ。ブルペン、はい、行ってさせていただきます。行っていいの。ブルペン、三塁側のブルペンですね。はい、三塁側のブルペン。今日なんせもう阪神巨人今日ナイター試合ありますんで、その直前のブルペンです。もう練習始まるもんね。いや本当そうなんです。急がないとちょっと練習始まるともう投げなくなっちゃうんで。本当、はい。ここがブルペン、はい、こちらが三塁側のブルペンでございます。いきなりマイク入れた、ね、これ昔はね、ラッキーゾーンのところにブルペンがあって、はい、こうラッキーゾーン撤廃されて、はい、ここで、ですね、試合前とかはこの室内練習場にもなりますんで、ちょっと軽く打てたりして、はい、練習もされます。そう考えるとだんだんこの 18.44 が遠く感じるようになったね。もっと昔近く感じたんだけどな。これ今日選手が練習する球、はい、これまさにそうですね。もう触ったってますいいんですね、これ触っていいんですか。いいですね、はい。ただ何してんですか。これ修学旅行だからもうテンション上がっちゃってもう。いや、ホームベースってボール何個分ぐらいなったっけな。あ、なるほど、そこ見たいんですか。6個なんだね。あー、きっちり。6個の中で駆け引きしてるわけだね。なるほど。で、これを出し入れするわけだから、うん、で、そう考えるとダルさんのスライダーなんてこの分曲がってるって言ったからね。このぐらい曲がってるって言ったのね。ボール6個分曲がってるって言ったからね。こういう軌道で来てここまで曲がるって言うんだね。こうやって、うん、そう考えると打てねえよな。来てまっすぐだと思って振ったって6個分曲がってたらもう、うん、
バットの先にも当たんないでしょ。こんな修学旅行生いました？いや、いないですね。え、はい、まずボールをこうって置かないですね。すごいよね。三つくりが全然手になってボールの上がるって。俺が石橋貴明なんですね。そうですね、野球の、はい、ボール6個分曲がるってすごいよね。今日高さん楽しそうですよ。ちなみに控えのピッチャーはですね、あの椅子を持ち寄って、やっぱりスプレーはスラッガーなんだね。聞いてない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 。久保田スラッガーっつってね、まあグローブなんかで、グローブなんかで有名な、まあ滑り止め、これ滑り止めです、バッティングの時の。まあそういうの見れんの、西武の辻さんなんかも使ってるグローブですよね、スラッガー。ピッチャーの人たちはここで試合をこう見ながら、そうそう、ね、はい、もうちょっと試合展開荒れてくるからそろそろ肩作れとか、はい、とブルペンの模様と試合の模様も映ってますんで、この辺に陣取ってですね。試合中三つ国くん何やってるの？試合中はもう僕家帰ってテレビ見てます。まあ、次三つ国くんどこ連れててくれるの？はい、いや次はほいじゃ、よいよいいですか、三塁側のベンチ行きましょう。ベンチ、そうそうそう、これちょっとお話しさせていただきたい、これね、はい、今一応ここではブルペンということになってるんですけど、はいはい、昔からここがベンチだったというわけではないんですよ、はい、それでちょっと昔はこのような温水プールだったんです、ここ誰のための、え、誰のための、一般向けに使用された温水プールが昔あったんです。ここに、はい、これだから窓が、その窓がこの窓なんで、はあ、はあ、はい、なるほど、プールになってたんだ。これ昭和7年の話なんですけども、温水なの、温水プール、日本で初やったらしいですよ、昭和7年で、はい、素晴らしいね、うん、これ一般の人が使えるプールだったのかな。そうなんです、一般に使われた日本で最初の温水プールが甲子園だったと。へえ、ちょっとしたスポーツジムみたいなことをやってたからね。そうですね、逆側の三塁側の、なんか修学旅行っぽくなってきた。 ありがとうございます。三塁側の温水、あ、三塁側のブルペンは昔こんな体育館、あ、柔道場にみたいになってたんだ、はい、剣道もできて、バスケットボールもできたんじゃん。はい、あ、一塁側ね、はい、ごめんなさい、一塁側、剣道やってて間違った、ちょっと前間違ってるんですか、どっちだ、もう一回やってください。こっちだ、後で甲子園さんに怒られるの我々ですよ。ここ、この場所、三塁側ブルペンが昔温水プール、はい、逆側の一塁側がこのような体育館だったということですね。だから総合スポーツ施設だったんですね。そうなんです。当時は、あの大正13年の当時は甲子園球場という名前ではなくて甲子園大運動場という名前でした。一緒に画期的だね、そういう。確かさ、はい、甲子園でジャンプ競技とかやってるんですよ。そうなんです。スキーの、はい、ブランドの方でシャンセを作って、うん、ジャンプ大会やってるんですよ。本当ですか。そうなんです、第1回詳しい大会、それはね、俺なんかで見たことある、はい、シャンツを作ってるんですよ、バックスクリーン側からこうやって、はい、そうなんですか。新潟からね、雪を運んで、マジで、はい、第2回はなかったですよね。第2回だったんですか。全然違いますよ、ガイドさん。しっかりしてください、タカちゃんの修学旅行なんですから。ちょっとすいません。続いては三塁側のベンチに行きましょう。お、素晴らしい。すげえ行きたい。はい、どうぞ。俺たち選抜の1回目はね、一塁側だったんですよ。あ、なるほど。あ、帝京の。はい。今回三塁側でございます。うわー、なんか甲子園楽しい。これが阪神園芸の、はい、雨天シートですね。うわ、これはもう中段が長い、ね。甲子園の土ですよ。うわ、本当だ。これ甲子園の土ですよ。持って帰りて。はい、ゴルゴ松本が20キロ持ってったっていう。それで大問題になって、そっから一袋ぐらいになったらしいんですよ。うわ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 、アルプスとナイナの間ですね。うわ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 、すげえな。俺あの辺で見てたんだよ。え、高校の時優勝した時、あの辺にで見てて。どこですか？ S リードのあたり、あの老金とか、あ、老金、はいはいはい、とか、あの辺で見てたの。で、89年、当時皆さんのおかげです、大人気、ネルトン大人気の時で、
もう全員俺の方を見ちゃって、あ報道陣とかわーって来ちゃって、もうざわついて試合どころでなくなっちゃったの。そしたら高野連の人に、石橋さん席を用意するんでそこから離れてくださいって言われて、俺バーッとまさにこの裏動線入って、あの三塁側のベンチのすぐ横の下の席あるじゃん、あそこに座らされたの。はい、っていうのマジで。あ、どうぞ。はい、あの人工芝でした。はい、素晴らしいよね。天然芝ですよね。芝、芝さんですか。素晴らしいよね、芝。普段ダメなんだ。うわー、この芝が。ね、それこそ昔の総選抜の頃は茶色かったと思うんですから。茶色かったですね。はい、今、はい、現在は。やっぱり、はい、芝の育成っていうのがもう間違いなくこの何十年で変わりましたよね。はい、昔選抜の時ほんと茶色かったんで、今もう選抜の時緑ですもんね。今は夏芝と冬芝のがありまして、うん、二毛作になってます。なるほどね、はい、夏芝が枯れた間から冬芝が入ってくるように一年中緑を保っているそうです。すごいな。でね、甲子園すごいのはライトが LED だったんですよ、はい、LED になったんですけど、昔のカクテル光線と同じような色にしてくれって言って、はい、すげえ手間かかったらしいんですけど、ほぼ昔と同じ感じでカクテル光線が LED 化されてるっていう。それ合ってますか。そうですね。いやでもたまに間違うじゃないですか。いや僕、いや合ってますよ、はい、合ってますか。はい、高さんもガイド合ってます。はい、やりました。あ、やったんですか。当事者すげえ時間かかったって言いますよね。な白入れるのや、黄色入れるんですよね。黄色入れます。黄色入れるのにすっげえ大変だったって。へえ。だけどそれを昔と全く変わらない LED の色にしたんだそれ。それは間違いなくご存知で素晴らしい。開発をお願いして、いろんなところの会社さんにもお願いしてコンペしてで、合計5年計画からずっと5年かかりました。ってことはこれ銀さんとあともうちょい伸びるってことですかっていうのは今計画は、はい、検討させてます。ただなんかスタッフに入ってるんですか。こうしてすげえ詳しい。銀さんがね、昔もっとあったんですよ。それで戦争の時に鉄が必要だっつって、はい、取り払われて、なるほど。でまた作られてっていう中で銀さんをもっと伸ばすって話あるんですよね。今その検討してます、ね、そうなんだ。ということは あそこまでアルプスの一番あそこぐらいまで行く可能性あるんですか。議員さんっていうのは何ですか。 あれですか。あ、屋根の方ですね、はい、この屋根が向こうまで。やっぱでかいよね。でかい。いい球場だよね。修学旅行生もああやって来るんですね。知ってます、土、あの春先と夏ちょっと違うんですよ。あ、甲子園の成分ちょっと変えてんですよ。へえ。それ合ってます、ね、はい、合ってます、はい、黒土なんですが変わります。詳しくないですか。いや、どこまでご存知ですか。すっごい勉強されてるなと思います。困ります、本当に。三津邦君、三津邦君より知ってるよ。いや、そうなんですよ、ちょっとここも実は削ってるんですよ、これ今、マウンドを。え、マウンド。はい、高校野球の時の練習するマウンドなんですけど。あ、そっか、はい、高校野球の時はここがマウンドになるので、はい、よくこの辺で転ぶんだもんね、こうやって、はい。あ、そう、それで向こうに投げると。プロの時はだからプロは使わないんで削っております。これあの甲子園ボールの時マウンドどうするんですか。どっかでこうパコってやるわけじゃないんですか。丁寧に真っ平らにして、でそこに芝生を敷きます。へえ。ただだね、甲子園ボールの時も気になったんですか。アメフトの時だってさ、うん、東京ドームとかああいうところは多分パコって発電ような気するんだよ。だ、はい、だから甲子園はパコっていうわけだから、できないですね。いつも甲子園ボールの時、甲子園ボールのほぼこういう感じになるんだよね、はい、時に絶対マウンドが、うん、邪魔っちゃ言っちゃおかしいかもしれない。こうなってるからさ、確かにどうするんだろうって。やっぱ削るんすか、ね、そうですね。だから間1週間やっぱり直す準備するのにもいりますし、マウンド戻すのも1週間かけて。あとあの甲子園の時、いわゆる高校野球の時、
マウンド今プロ仕様で硬くしてあるんですね。そこもご存知ですか。それどうするんですか。高校野球の時は。高校野球はあのメジャー仕様じゃなくて同じ成分の黒土の成分のマウンドです。あ、直すんですか。硬さがちょっと柔らかくなります。そうですよ。だっていきなり、はい、まあ硬いのでやっぱり怪我しちゃうんで。ピッチャー大変ですもんね。コントロールできなくなっちゃいますもんね。だから神宮なんかでもどうやっぱ変えてんのかなと思って。高校野球の時、甲子園は変えてますね。そうですよね。甲子園はじゃあもうそこでマウンドはじゃあ今完全にメジャーぐらいの硬さ。すごいね。ベンチ行きましょう。え？ベンチ。いや聞きたいことがたくさんあるんだよ。今浜風ってそんな昔より浜風来ないっていうの本当ですか？いやあそれはもう日によるんで。掛布さんが有利は昔みたいな風にはなってないっていう、はい、ちょっとマンションとかもね建ってるんで何とも言えないですけど。どっちですか浜は。だからこっち側からこう来る、はい、ライトから行くと、だから左バッターは不利って言われていて、逆に掛布さんとかは左中間の方に打ってその浜風に乗せるっていう。だけど今はそんなに建物の影響なのか降ってこないっていう。で急に秋になると逆になるって。逆になります。急に変わるんだって浜風が。これ見つけるけど高さにあるすごい増えない。ちょっと本当にあれは V って書いてるのは阪神が優勝した時。そうなんですよ。2リーグ分立後のまだ6回しか優勝していないという。だからショートが吉田さんの時代ですよ、はい、ベンチ。はい、これは三塁側のベンチです。うわ、ここ入っていいですか。いいんですか。はあ、はあ、うわ、甲子園のベンチやば。うわ、あと数時間後にも巨人の選手が入られます。なんか昔より掘った感じがしますね。あ、掘りましたですね、はい、こんな深くなかったですよね、昔。リニューアルされる前は掘れた。俺たちの時代こんな深くなかったような気がする。はい、そうですね、深くないです。いや、ちょっと前に出して掘ってんのね。なんか このぐらいの感じだったじゃん。そうですね、この深さがないですね。もうこの椅子のまんまですもんね、高さが星野さんぐらいの時まではですね。だよね、はい、この感じだよね。もう完全に メジャーの感じじゃん、この、うん、ここね、ここで、はい、これ3年ほど前からこれができましたね。はい、これ3年前から。はい。見てこのあの土と芝生のあれがないもんね。段差が高さの、はい、真っ平らじゃん。綺麗。いや、これ阪神園芸さんのお力ですよね、これ。そうですね。もう毎日何かしらこう作業されております。綺麗だもん。プロ中のプロ。だから天気でどのぐらいね、雨が降りそうだとか、明日からかなり天気が続きそうだとか言うと、前の日に水どのぐらい撒くかとかって全部違うらしいよ。もうプロ中のプロの集団ですもんね。そうですね。水撒きが一番難しいって言われますね、阪神さん仕事で。先ほどもさっきからね、甲子園の土触りたいなっていう憧れがあるかと思うんですけども、はい、今回甲子園の土を持ってきていただきました。え？お願いします。うわ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 、これですよ。俺甲子園練習の時ちょっと実は撮ったんですよ、高校の時。はい、うん、でその日ちょっと雨降ってて、うん、ちょっとしっとりしてて、うん、家で乾かしてたんですよ、うん、そしたらうちの袋が何この土ってなってお母さん家の前に撒いちゃって、うん、袋の土どうしたって言ったら、なんか汚い土やったらバーって捨てちゃったわよって、あれ甲子園の土だぞっつってで母ちゃんなんつったの配分が変わるんですよ、春と夏で。え、鳥取かなんかの砂でしたっけ。はい、全国各地から阪神園芸さんが選ぶんだ、はい、ちなみに国立競技場の芝は鳥取で作ってるんですよ。
芝って砂地で作るんですよ。味の素スタジアムと国立競技場の芝は鳥取県で作ってます。僕日本一の芝作ってる人と巻き送れで話して、なるほど、聞きました。それでその情報入ってるんですか、ね、芝。今年の夏にね、はい、我が母校がここに帰ってきてほしいですね。いや提供13年ぶりに、はい、第1シーズンなんですよ今。今年の夏これ勝って初めて復活ですね。甲子園帰ってくるぐらいじゃダメですよ。ここでまた効果が流れた時に初めて復活への第一歩で、効果が流れないと優勝した瞬間に復活と帝京の魂。これちょっと写真撮った方がいいですね。これベンチ来ることないですよ。せっかくバックスクリーンをバックに、バックスクリーンをバックでしょ、はい、写真とかいいと思うんですよ。これは絶対撮った方がいい、はい、撮っていいですか。帝京我らの愛よるところ、社会の人たる誇りに さあ よかったっすね。すごいな、柴田さんよ。ドライブスですからね。誰ですか。バンビ坂本。バンビ坂本。